はい、こんばんは。マドモアゼル本郷です。今日は、えー、麻雀、国志無双、薬満の動画をアップしてまいります。国志無双、こちらは、え免、ー、税限定薬、全体薬、ちゃんた系となっています。一級自敗を全種類集めた形です。雀刀以外は全てバラバラです。 ちなみにこちらのマージャンを見ていただくとまちは何でしょうかさあシンキングタイムスタートはい正解はお分かりになりましたかこちらですね流派ーーですね初の町になります それで、えっ、ー、と、見ていただくとわかるように、ジャントが、えー、こちらの場合ですと、トンが、えっ、ー、と、頭になりますね。それ以外が、えぇ、ー、トン、頭で、ナン、シャー、ペー、ハク、ハツマチですよね。チュン、191919 19 19と、このように、えー流派で、えつ、ー、も上がりか、ロン上がりですね。これが、あのー、よくある国主無双の本来の形なんですよ。 ところがですね、純正国主無装っていうのんです。それは、えー、国主無双13面待ちの形になった場合なんですが、それを今お見せします。はい。こちらが国主無双13面待ちと言われます。すべて見ていただくとわかるように、とん、なん、シャー、ペ白、ハツ、チュン。 一九、一九、一九となっています。なので、どれが来ても上がりです。滅多にこれ純正黒心無双になることはないですよね。ですが、えー、積もる確率は非常に高いです。で、えー、ただですね、この黒心無双、一九自敗を全種類集めるので、どうしても捨て配の皮が不自然になります。なんでこんなに、ンピンとか、 ウーピンとかど真ん中の牌いっぱいどし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 投げてくるのかなと皮がどう見ても不自然です19杯自牌が出てこないからですとなるとああこれ国に狙ってるなっていうのを捨て牌から読まれる可能性が非常に高いですただし、えー、みんなじゃあ捨て牌の方を気にして麻雀牌を打ってる方はそうではなくて割と初心者はですね自分の手牌 山ばっかり見て川見ない傾向あるんですね。そうなると、結構や,やりがちなのが、え上級者と打っていて、上級者が国主無双を狙ってるということに気づかずに、もいつもの癖で、19敗、自敗、8敗からどんどん切っちゃうので、ローンなんてされたしにはもう、国主無双、役満なんて言って、あの、振り込んでしまう可能性がございます。となると、子供の、 相手が子供の場合は3万2000点の振り込みになっちゃいますし、親の場合は4万8000点の振り込みになってしまうわけですよね。こういう恐ろしい悪魔があるということを初心者の人は考えながらですね、捨てられてる川の中に19自敗がほとんど見当たらないなと思ったらまず国士無双を疑ってもう、おかしくないですね。まず十中八九国士無双だなと考えた方がいいです。ということは、まあ、こういったところからも、 マージャンは常に自分の手配、ね、山ばっかりに注意して自分の手に惚れ込んで打ち込むんではなくて、中級者、上級者になっていくと、自分の手配も見つつ、相手が投げてる捨て配も読みつつというふうになってくるわけですね。まあ、ちょっと薬万の動画をアップするつもりがですね、えっと、自分の手配以外に捨てられてる捨て配を見る必要があるんだよっていうような、ちょっと変わった動画も今日は上げさせていただきましたけども、意外と、 えと国士無双作れてしまいます九首九杯で流すっていう麻雀もあるんですけどもねあの九首九杯で流すよりはこれはあともう3枚か4枚入れば国士無双いけんじゃないかなっていうことで黙って静かに狙っていくのも一つの手かと思いますということで、えー、今回は麻雀国士無双100万の動画をアップいたしましたマドモアゼル本号でした最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました